やひこの森秋の4日間の激闘もいよいよオーラスです。かなり冷たく感じられる色なき風が今はやひこバンクを優しく吹き抜けていきまして、同時に大観衆の鼓動もさらに脈打つほどになってきたことでしょう。大阪・関西万博協賛第33回友人親王杯世界選手権記念トーナメント G1、 いよいよ S 級決勝戦を迎えました。決戦の時、ファイナリスト9選手順番にご紹介します。1番は大阪・古性優作、2番神奈川・郡司浩平、3番青森・新山恭平、4番神奈川・小原大輝、5番福井・脇本雄太、6番岡山・川端智幸、7番福島・渡辺幸則、8番群馬・佐々木勇気、そして9番は福井・寺崎康平。以上の9選手が今年のファイナリスト、ヤヒコバンク6周回2425メートルです。夏日あり、そして今日は冷え込みあり、昨日は豪雨あり、こうした激闘を勝ち抜いたシリーズのベストナインです。発走いたします。構えての号令かかりました。ライン3つ、短期が2人、最後は2番郡司浩平、ハンドルに手をかけます。友人親王杯 S 級決勝スタートです。まず内から1番古性優作が出てきました。やはりエストリすんなりになりました。2番郡司浩平2番手、そして3番手が今3番新山恭平、つけていく7番渡辺幸典、4番小原大輝かわしてきました。そして5番脇本雄太と9番寺崎浩平、近畿勢3人揃って前段の布陣、南関東神奈川2人が4番手5番手からの勝負。その後ろですが8番佐々木勇気、3番新山恭平に伺いを立てて今少し横に揺らしています。南関東の後ろは北日本勢と短期で8番佐々木勇気並んだ体勢に周回目に向かいました。まだ中段のあたりは位置取り定まりませんでしたが、2周目バックで8番佐々木勇気6番手に来ました。北日本は1社下げて3番新山恭平7番手、そして7番渡辺幸則がつけていく形、北日本後ろ攻め、そして6番川端智幸が短期戦最高峰となりました。一瞬の静寂からまた歓声が沸き起こります。2周目のホームへ、近畿3人、9番寺崎康平、100勝リーチで迎える大一番ですが、ここは画量転生を欠くことなく挑みたいところ。5番脇本雄太、強い速い脇本、3度目の大会制覇へ絶好の位置になりました。そして今年の一等星1番古性優作、2024年ここまでの特別競輪においては全てでファイナリスト入り、大前自弱です。あとは神奈川勢中段となって2番郡司浩平4番手から自身キャリアハイの年間 G1 V2 への勝負、つけていく4番小原大輝は過去2回の G1 決勝ではいずれも表彰台、3度目の正直なるかどうか。4番小原大輝、短期6番手取り切りました。8番佐々木勇気、秘められた素質ついに開花という形、関東唯一の勝ち上がりが8番佐々木勇気。後ろ攻め北日本、3番新山恭平、今シリーズの北日本の完全なる功労者、出来懲罰新山マークが7番渡辺幸典、89期初のタイトルホルダーの誕生なるかどうか。残り2周半で6番川端智幸が最高峰、今回32回目の G1 出場で今年も大会ファイナリスト入り。さあ誘導員との距離を取り始めた9番寺崎康平です。後ろ攻め3番新山が動きに来る、ここに対応して9番寺崎、踏み合いになりそうですが、さあ9番寺崎
3番新山を出しませんが、7番渡辺が一瞬故障の位置を探っていく。しかし3番新山2番手外でとどまりました。狙われた脇本雄太、残り1周半だ。さあ3番新山は3番手外で少しいっぱい気味。7番渡辺幸典は1番故障とまだ絡み続けていますが、故障がしのぐ。さあそこを2番郡司剛平、ホームからの発進で4番小原が少し遅れた。寺崎の逃げ、番手はしのいだ。5番脇本内に差し込んでしまっている。2コーナー2番郡司のまくり、乗ったのは1番故障優作、あとは外から8番佐々木幸のまくり。故障が止める、故障が止めながら前に踏みますが乗り越える。8番の佐々木幸、そして外から6番川端智之も来た。間から4番の小原大輝追い込んでくる。さあ広がったが1番故障優作だ。故障優作ゴール。2着4番小原大輝、さすがディフェンディングチャンピオン友人真の杯連覇、大会連覇で1番故障優作。目まぐるしいレース、寺崎の逃げを叩こうと新山恭平、これはいなした。寺崎、しかしホームでは2番郡司剛平のロングまくり、揉み合った展開を8番佐々木勇気が一撃のまくりを繰り出しましたが、郡司と絡んで空いた感激を逃しませんでした。1番故障優作、友人真の杯連覇達成。そして4番小原大輝、大健闘ですが今回の G1 の舞台でも一番高い表彰台へは届かず2着。3着は6番川端智之か。大会連覇8度目の G1 タイトル、1番古性優作です。まさに大前自弱のシリーズ4日間、1番古性優作、友人親王杯第33回大会をも制しました。決勝戦レースの決定までお待ちください。12レース決勝戦、金山翔さんの実況でご覧いただきました。山口さん、はい、いやもう力のこもったね、もう目まぐるしいよね、はい、いや最後ねバックぐらいからね8番の佐々木幸のまくり、ええ、いや佐々木幸いけるかなっていう感じで行ったんですよ、はい、うん、でも郡司が苦し紛れに外持ってきたのね、はい、まあ、そこ、1番の故障がやっぱあの辺はさすが、はい、コースを見つけてうちの方から行ったのが古性優作かなというところですよね。でしたね。いやどの選手も動いて、はいはい、仕掛けていきました。そうそう、やっぱ前行きしたね、まあ、寺崎も、新山相手にね、はい、ガンガンこう先行争いするような形、はい、後手踏みたくなかったんだ、みんな先行型はね。ですね、はい、大阪関西万博協賛第33回友人親王杯世界選手権記念トーナメント S 級決勝決定。1着1番古性優作、2着4番小原大輝、3着6番川端智之。引き続きまして第12レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝複式14170円、枠番2連勝単式14710円、車番2連勝複式1番4番4430円、車番2連勝単式1番4番9410円、3連勝複式1番、4番、6番、2万320円、3連勝単式1番、4番、6番、12万1980円、ワイド1番、4番、630円、1番、6番、1630円、4番、6番、3320円、以上でございました。12レース決勝、1着1番古性優作、2着4番小原大輝、3着6番川端智之。払い戻し金慰謝単1番4番9410円、3連単1番4番6番12万1980円、
その他の払い戻し金額ご覧の通り、古性優作選手、友人親王杯連覇です。